は、ポルトガル出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。母国ポルトガルの SC ファレンセの、ジュニアチームにいた2003年に、イングランドへ行き、ボルトンワンダラーズ FC のトライアルを受け、そこでアピールし、同チームと3年契約を結ぶ。サム・アラダイス監督は、彼は、プレミアクス氏のストライカーになる可能性を秘めていると、称賛した。 2004年に1月の FA カップ対トランメアローバーズ FC 戦でトップデビューを飾った。そしてその2ヶ月後の対ミドルズブラ FC 戦でプレミアリーグでデビュー。それ以来トップチームに登録されるようになった。その年のボクシングデーにオールドトラフフォードを行われたマンチェスターユナイテッド FC 戦で初のフル出場。期待の若手として徐々に注目を浴びていった。 翌年の2005から06シーズンは、計29試合に出場。一時は右サイドハーフとして当時ボルトンワンダラーズ、在籍だった中田秀俊から、レギュラーの座を奪っていたこともあった。その年の UEFA カップ、ポルトガルのビトーリアイスシーでは引き分けに持ち込む、ゴールを挙げた。その後はやや伸び悩んだが貴重なサブとして、アラダイス監督に重宝された。 2007年には1ヶ月の短期ローン遺跡で、ハルシティ AFCA 遺跡し実践経験を深めた。2007から08シーズン、ボルトンは開幕戦で全監督アラダイス率いる、ニューカッスルユナイテッド FC と対戦。当時新監督だったサミーリーの信頼を得て、スタメン出場を飾るも前半終了間際に、人体損傷の重傷を追いシーズンを棒に振った。2008から09シーズンは、 エビスモラレクトのトレードで、スペインのラシン・サンタンデールに遺跡と報じられたが、残留した。U-20 ポルトガル代表で出場した、トゥーロン国際大会対韓国戦で、ハットトリックを達成するなど主力として活躍した。その後は、U-21 代表に上がり2006年の U-21 欧州選手権にも出場した。ありがとうございます。